ロペス・ワグナー、ロペス・ワグナー、ロペス・ワグナー、ワーグナー・ロープス、1969年1月29日イ、は、ブラジル出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。ブラジル名は、ワギネル・アウグスト・ロペス1997年に、日本へ帰化し、日本とブラジルの二重国籍者となった。元日本代表、 サンパウロ州フランカで8人兄弟の末っ子として生まれる。11歳の頃から学業の傍ら、兄が経営する加工場で働き、週末には地元のサッカークラブ、インテルナシオナル FC で練習する。1984年、15歳で親元を離れ、フランカとサンパウロは同州内であるが、約400キロメートル離れている。 サンパウロ FC の下部組織に加入。主に MF として起用され同年の U-15、サンパウロ州選手権で決勝点を下優勝に貢献。1986年、17歳でサンパウロ FC とプロ契約を結ぶも、当時のサンパウロにはブラジル代表クラスの選手が揃っており、ロペスに出番が回ってくるのは彼らが代表の試合で不在の気くらいだった。 1987年、日本の日産自動車サッカー部、横浜 F マリノスの前身への移籍が決まっていた、元ブラジル代表のオスカーに誘われ、共に日産に加入。カモアマネ監督の指示により、FW に転向した。日産では2年目は、左足首じ帯、3年目は、肋骨と頭部を痛め満足にプレーできず、3年間で、契約満了となった。 1990年、当時 JSL2 部だった、日立、後に、柏レイソルに、会場に移籍する。1年目に22試合で33得点を挙げ、JSL2 部得点王を獲得する。1990年結婚。1992年にジャパンフットボールリーグ、旧 JFL の得点王となり、ベスト11に選ばれる。同年長男が誕生。 当時ロッペスは日本語ブラジル同様に首相地主義を採用しているとごしており、この頃から家族全員で日本人になりたいと日本への帰化を考えるようになった。翌1993年もベストイレブンと得点ランク2位となる。1993年に世界的スーパースターの彼かと同じく現ブラジル代表のネルシーニョが加入。 ロペスは彼かとの協力にトップで得点を量産し、カシワの J リーグ入りに貢献したが、1995年から元ブラジル代表 FW ミューレルの加入が決まると、外国籍選手枠から押し出される形でカシワから放出された。レイソルという保証人を失ったため帰化申請もやり直しとなってしまい、レイソルが自分の J リーグ入りを嫌ったと10回している。 1995年、JFL の本田技研工業に拾われる。1995年、1996年と2年、連続で JFL 特典王に輝き、1996年には、クラブは初の旧 JFL 優勝を果たした。本田技研での活躍と帰化の噂が広まり、1997年に J リーグのベルマーレ平塚遺跡、同年9月に、 日本国籍を取得すると名前をそれまでの登録名であったワグネル・ロペスからロペス、ワグナーに改め直後に日本代表に選出される。平塚では在籍時の2年間ともチーム特典王になる。1999年に名古屋グランパス8に移籍し、同年と2000年の2年連続でチーム特典王。しかしフロント不振から対談を余儀なくされた。 2001年 FC 東京に移籍。開幕戦の東京ダービーでは V ゴールを含む2得点を挙げる高デビューとなったが、ロペス・加入に伴って行われた戦術転換が走行せず、さらに夫人が FW ・アマラオの1トップへと変更されたことで、ポジションを失い、シーズン途中でアビス・パ服を変え移籍。しかしチームは振るわず、J に降格を喫する。2002年は J にデプレ 同年限りで現役引退。2002年10月19日、博多の森球技場でのバンフォーレ甲府戦のゴールで、日本リーグ JFLJ リーグの合計得点が、鎌本国重の202ゴールを超えて03ゴールとなった。後日、福岡のローカル TV 番組から203ゴール目を決めた記念ボールを送られた。12月8日に、博多の森球技場で行われた天皇杯2回戦。 トチ SC 戦が最後の公式戦出場となった。1997年9月12日に帰化すると、その16日後のワールドカップフランス大会予選の対韓国戦で日本代表デビューを果たす。なお、日本の法務省は元の国が国籍離脱を認めていない場合は、二重国籍者を容認する。ブラジルは国籍離脱を認めていないため、 日本機会校、ロペスは、日本とブラジルの二重国籍者となった。代表3試合目となった同年10月11日の、ウズベキスタン戦、後半44分、伊原雅美の後方からのロングパスを、三浦和義へのアシストを狙って、頭で落としたが、三浦の動きに気を取られた相手 GK はボールを、見失いそのまま、ゴールイン、代表初得点を記録した。 続く同月26日の国立競技場での UAE 戦では前半開始早々に三浦から受けたボールをリフティング相手をかわしそのままロングシュートを決める続く11月1日のアウェーでの韓国戦でも得点し3試合連続得点を記録イランとの第3代表プレーオフ決定戦の直前に母が病死し岡田武史監督から帰国を促されたが 代表選手としての務めを果たすために代表態度を続け、イラン戦にも途中出場。この試合でも、ロペスのボールダッシュから本大会出場を決定させる、岡野のゴールンゴールにつながるなど、日本のワールドカップ初出場への大きな原動力となった。1998年に行われた、ワールドカップ本大会では途中出場ながら、グループリーグ3試合に出場。 対ジャマイカ戦では中山正史のワールドカップにおける日本人初ゴールをアシストした。フィリップ・トルシエ監督による新体制移行後も代表招集され、1999年に行われたコパ・アメリカ1999ではペルー戦、ボリビア戦でそれぞれ一得点を挙げた。しかし日本代表はこの大会で良いところなく敗退し、トルシエは ロペス以外の選手はこの大会の価値を理解していないと発言した。余談であるがロペスが代表で挙げた5得点のうち3得点が W 杯予選2得点がコパアメリカでありすべて最重要な大会のビッグマッチである。その後、トルシエが兼務する U-20 代表や U-22 代表が快進撃する反面 A 代表は不振が続きトルシエが 若い世代の方が才能のある選手が多いと発言すると、これに対しロペスはテレビのインタビューで、だったらその若い選手たちを起用すればよいと発言。この発言が影響したかどうかは定かではないが、その後代表では実際に若い世代との大幅な入れ替えが行われ、ロペスも招集されることはなくなった。現役引退後、アビスパ福岡からコーチを就任の要請を受けたが、 一度ブラジルで生活してみたいという子供たちの希望もあり2003年にブラジルに戻る。サンパウロ市内の大学でスポーツビジネスの講座を履修後、サンパウロ州サッカー協会発行の指導者ライセンスを取得。2005年、パウリスタ FC 監督のバグネル・マンシーニからの要請によりヘドコーチに就任した。この時期、日本からやってきたカ西健太、登録名は ケントの指導に携わった。同年、パウリスタ FC は、小クラブながら、セリエ A 所属の強豪クラブを次々破ってコパド、ブジルに初優勝、翌2006年のリベルタドーレス排出条件を獲得する。当時のマンシーニとロペスは共に30代の若い指導者コンビとして注目を集める。UAE のアルナスル SC 監督就任が決まった、マンシーニと共に、ロペスも、 コーチとして誘われるも、外国に住むなら、日本に帰りたい。ブラジルに戻って、ドバイに行ったら、意味がないと申し出を断り、パウリスタ FC に残った。ロペスは2007年まで、パウリスタ FC でコーチを務めた後、病気、胆石の手術のために、一旦コーチ業を休。2009年に、古巣のパウリスタ FC からオファーがあり、ヘッドコーチに就任。 ブラジル時代の縁で、フルスのアビスパ福岡にグラウシオや、リンコンなどのブラジル人選手の J リーグ遺跡の手助けをした子もある。2010年2月にブラカリマイ監督が更迭されると、監督に昇格。就任から5連敗を喫したが、その後は持ち直し最終成績は4勝6敗。中にはアウェーで、コリンチャンスを破るという金棒子もあった。その後、 サンパウロ州2部のポンジアスーカル EC でも監督を務めた。2011年、再びパウリスタ FC のコーチに復帰し、第6節終了後、全監督の解任に伴い監督に昇格した。指揮を取った13試合の成績は5勝2分6敗。同年後半のコパパウリスタでは優勝、連覇を果たし、これが監督としての初タイトルとなった。 クラブ側は契約延長を希望したが、シーズン終了後に退団した。クラブ幹部は、海外クラブからオファーがあり引き止められなかったと、話していた。J リーグガンバ大阪から2012年シーズンの監督就任のオファーを受け借り契約を結んだが、日本サッカー協会からは、ロペスは J リーグの監督を務めるのに必要な S 級ライセンスを保有しておらず。 また、起用するブラジルでの監督資格及び、指導実績も S 級ライセンスには相当しないとして、承認を得られなかった。監督就任は、幻となったが、ロペス自らサンパウロ在籍時のコーチであるジョゼル・ロス、セホーン・オー・ジー・大阪新監督に推薦しこれが、認められると、自身は、同クラブヘッドコーチに就任。しかし、開幕から公式戦5連敗と、 深刻な成績不振に陥り、同年3月26日、セホーオン及びコーチのウェリントンと共に解任された。後にセホーオンがインタビューで語ったところによれば、彼が監督で、ロペスがヘッドコーチというのは表向きのもので実際の割は逆であり、選手の補強についてもロペスが主導したという。その後、ブラジル国内の複数クラブで監督を務める。 2014年には、セリエ B、全国選手権2部の会に沈んでいたアトレチコ、ゴイアニエンセをセリエ A 昇格目前にまで引き上げた。2015年は、ゴイアス EC で高成績を上げるも、起用法に介入しようとする、クラブ上層部と対立し、中選手権閉幕を待たずして解任された。2016年5月24日、参拝を小平や FC の監督に就任。 2017年からは、パラナ・クルーベの監督に就任したが、5月に退任し、5月11日、J リーグ・アルビレックス・新潟の監督就任が内定した。なお前回承認されなかったライセンスは、今回は、G 大阪以後の監督経歴が考慮され、監督就任内定前の5月9日に、日本サッカー協会から S 級ライセンスに相当する資格があるとして、承認された。 ウインとなった5月20日のコンサドーレ札幌戦では1-0で勝利を収めたが、この次のベガルタ仙台戦から10月14日のガンバ大阪戦に勝利するまで16試合勝ちを挙げられずに苦しんだ。11月18日のバンフォーレ甲府戦は勝利を収めたものの他会場の結果によって新潟の J に降格が決まり、この試合後の会見で自ら責任を取る形で同年限りで監督を 退任する意思を表明した。11月19日に契約満了により2017年シーズン末をもって退団すると発表された。しかし、新潟は、人大阪戦から最終節まで一度も負けを記録せず、J2 降格が決まった後の残りの試合を全勝して、シーズンを終えた。2017年12月11日、パラナ・クルーベの監督に復帰すると発表された。 2018年2月16日、パラナ・クルーベの監督を解任された。7試合で1勝2分3敗だった。就任からわずか45日の解任。コールスパンイコール4日本。コールスパンイコール2リーグ戦。コールスパンイコール2。コールスパンイコール2天皇杯。コールスパンイコール2機関通算12569。181611754? 92196コールスパンイコール2十0 2六669162333113151019976323特筆なき限り役職は監督楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。